こんにちは。こんにちは。関西エイトだけしたです。関西エイトの津田です。よろしくお願いします。お願いします。ビクトリアマイル。はい。先ほど枠順も確定しまして、はい。まあ、改めて、ご覧になられていかがですか。まあ、メンバー的には去年の方がちょっと強かったのかなっていう。そうですね。ボバ相手にね、結構戦ってきた馬たちが、去年の方がいっぱい出てきたんで、はい。今回やっぱり牝馬同士で戦ってる馬とか、あとまあボバ相手にちょっと苦戦してる馬も見てたりとかして、メンバー的にはまあ少し去年の方が強く今年の方が落ちるのかなという気がしますけどね。早速本命は、本命はだからもうナミウルで、あ、はい、やっぱりもうボバ相手にね、去年の秋こう戦って結果も出してきて、まあ、海外遠征も経験して、まあ、いろんなパターンの競馬にも対応できるようになって、昔はねちょっと使い込んだらダメとか弱さあった馬なんですが、もうそれが完全に抜けて、まあ、実績的にはここに入ると断然ですし、去年はね向こう正面の振りがあって、はいはい、全然結果が出せなかったっていうことなんで、まあ充実期迎えた馬でこのメンバーやったら多分まあいけるんちゃうかなっていう気は思うんです。あとはもう出来だけでしょ、海外遠征の。まあ立冬にはね滞在10日っていうことで軽めの調整なんですが、結構ね反応とかも早かったんで、はい、あんまり出来運の気にする必要ないのかなと、うん、悪かったらまあここ使ってこないと思うので無理して、そうですね、まあ、あまり心配してないですけどね、まあ僕もほぼ同じ意見です、はい、やっぱりね調整難しいとは言われてますけど、帰国初戦、まあ、ただやっぱりこの組み合わせなら、それでもね、いうところですよね。中野清はね、選手ジャンタルマンタル、サツキ賞を使って中西賞のローテできっちり結果出してるんで、今回言っても中5周ぐらいあるのかな、はい、海外遠征したとはいえ、まあノウハウも分かってる厩舎ですし、はい、大丈夫だと思います。そうですね、はい、もういかにまあ本当にスムーズな競馬ができるか、ね、今回と思います、はい、対抗以降はどんな感じですか。対抗はマスクとディーバ、相当つまんない予想になってますけどまあでも牝馬同士で戦ってきた馬の中でやっぱこの馬が一番強いかなと、ね、はい、まあ、ご存知の通り東京新聞杯の6着はもうスタートで大きく出遅れてっていうことで、まあ、それ以外はねずっと堅実に走ってますし、はい、前回やっぱゲートもね決まって、その辺の課題をクリアしていってるんで、はい、まあゲートさえ決めれば、波打るより前で競馬するでしょうしね、はい、でまあ、モレイラ騎手も前回乗って勝ってるということで、こちらもね意欲的な調教を勝ってて、はい、マイナス材料特にないのかなと思いますね、うん、そうですね、まあ、僕は先に言うと黒三角です。はい、対抗はあの同じ高野厩舎の、ワンツーフィニッシュスタニングローズの、まあちょっとね金層のこう成績は正直、まあピリッとしないんですけど、やっぱりこう秋華賞を勝って三歳児に G1 勝ってるっていうその実績と、意外とこの産経大阪杯から、あ、ごめんなさい、大阪杯だ、大阪杯から産経つけてもわかるか、やっぱりですね、一応産経、産経グループだけど大阪杯経由して このレースに使ってる馬ってそんなに数いない割には結構連帯してる印象なんですよね、ですからまあ意外とローテーション的には、牝馬のローテーション的にはこれぐらいあってもいいのかなというところと、ね、まあ戦力に関して言えばやっぱ東京コースなんで、はい、ある程度こう、まあ、スタミナと言いますか、持ち合わせてる馬の方がこなせてる印象はありますから、ちょっとここは同じ厩舎ですけどね、二頭出しは人気嘘みたいな言葉もありますけれども、まとめてきてもて、今回はじゃあそうですね、二頭で来てもらえればと思いますね。穴はじゃあ穴一頭ぐらい言っときましょうか。そうですね、サンドビバーチェ、はい、これはね去年の5着馬なんですよね。で 1,2,3,4 着馬単純に抜けてて今年、まあその点から考えてもちょっと先ほどメンバー今年のが落ちるって話したので、はいはい、立ち打ちできるのと、もう高層凡層がねやっぱ気象も含めてはっきりしたタイプなんで、突然走ったと思ったら突然走れなくなったりっていうのはこの馬に付きもんなんで、まあ前回とかね前々回とか走れてないですけど、調教はね結構意欲的にあって体が引き締まっていい感じになってきてると思うんで、まあ一発あるならこれかなっていう気がしますけどね。僕もちょっとその辺は気になって印は入れました。松山ジョッキーもねこの馬のことは分かっていると思いますし、その辺も、期待というか、まあ、サウンドビバーチェで一致で穴は穴はね、まあまあでも本命もナミュールで一致しますけど、一致してるし、まあほぼ似たような予想、先にはじゃあどう買うかってことでしょう。そうですね、僕はもうねナミュール一着固定でいきます。あ、固定ですか。固定します、もう、はい、
お、まあ、僕もでもやっぱり何より、ね、多分単勝売れるでしょうから、うん、まあ、配当的なこと考えたらやっぱり固定になるのかな、まあ、アマタンっていう形になるかなとは思いますね、うんうん、でもできたらこう、まあ、マスクとディーバーね相手筆頭ぐらいにはなるんでしょうけど、うん、やっぱりスタニングローズそれから、今言ったサウンドリバーチあたり、うん、人気が落ちるようならちょっとそのあたりも買ってみたいなとは思いますね、うんうん、まあちょっと天気がねなんですけど持つんじゃないですか、まあ、天気持ちます、なんか僕の見たやつでは持つって書いてあった、ね、あ、そうですか、それだったらね昨日先週もね今日いい天気で行われて結構盛り上がってたかなと、うん、画面を通じてですけど、まあ、持ったら時計は速くなると思うんで、あ、そうですね、高速決着なのかなという気がしますね、その辺もこうね頭に、はい、入れつつ馬券買われてみていかがでしょうか、はい、今日はこの辺で失礼します、はい、どうもありがとうございました。